るパスがつながった。折り返した。クロスは許しません。クロスを無駄にしてしまいました。相手にボールが渡っています。振り抜いた。ゴンザレス、アトゥバ、決定的なパス。これは惜しい。ファンデルファールト。ボールはビクトリーがキープ。見事なパス。クロス来た。危ないところでなんとかクリアしました。ディフェンスに当たった。シュートだ。俺のところにちゃんと出せと言わんば。危険な位置です。緊張感が増して、仕掛ける前にボールを奪われました。仕掛けます。モリエンテス、タックルを仕掛けた。パスが通った。ファンシュ、決まった。ゴール。ボールはビクトリーがキープ。カットを狙います。モリエンテス、ボールを運びゴールに襲いかかります。ロングシュートですが、これはキーパーです。モリエンテス、タックルです。決まるか。ファンデルファールト、またタックル成功です。安心して見ていられますね。笛が鳴って、これはファール。枠を捉えることはできませんでした。こんにちは。本日の実況は私、西岡明彦がお送りします。イブラヒモビッチ、テデスコ、これで決まりだ。ここシュートはディフェンスがブロック。前方に運びました。パスコースにはディフェンスがいます。決まるか、決まるか。前半の終了を示すホイッスルが鳴り響きました。このパスはダメでした。通りません。さあ、スタジアムのテンションが上がります。いいね。シュート、ゴール。カットを狙います。立てません。どうでしょうか。パス通りました。顔を上げたい。ボールダッシュを狙います。審判流します。クロスのチャンス。ファールです。流しかけましたが止まります。ジョン・テリー退場です。ちょっと代わりの選手となると辛い選手ですよ。つながった。クロスを出した。入った。これはナイスシュート。ゲームはもう勝敗という楽しみからは外れてしまっています。しっかりボールを捉えています。これは試合終了です。完勝と言ってもいい内容だったのではないでしょうか。そうですね。決めるべきところをしっかり決めて、抑えるべきところをしっかり抑えていました。こんにちは、西岡明彦です。本日の試合へようこそ。パスコースにはディフェンスがいます。コレア、クロス上がった。素早く詰めたい。頭でなんとかクリアしました。ボールを奪いに行く。サイドでうまくボールを取りました。相手に渡ります。レコバ、チャンスの匂いのするパスです。クロスにはしっかりついている。
上げさせない。どうなる？このシュートは精度が足りません。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ロベール見事なパス。これで決まりだ。モリエン切り裂いた。素晴らしい問い出し。コレア、いいですね。中にはディフェンスなんとか押し出した。コーナーキックを無駄にしてしまいました。相手にボールが渡っています。なんとかクリアしましたね。どういったボールで来るのでしょうか。味方のサポートも来る。ここを抜けてきます。打てるか。決まった。ゴール。ボールダッシュを狙います。コレア、ロベール、かわした。さあどうする。ファンデルファールト。コレア、ボールを奪おうと入るか。ゴールだ。同点です。同点ゴールです。つながった。ここはボールを奪う。審判はフリーキックを指示します。キーパーの手の中へ。どうする。なんとかボールをクリアしました。最終スコアは1-1、ドローで試合終了です。解説の岡田さん、今日の試合はいかがでしたでしょうか。まあ両チームとも互角という形でしたね。西岡さん、皆さんこんにちは。実況の西岡明彦です。よろしくお願いします。モリエンテス、ゴンザレス、レコバ、いい形ができつつある。通った。いい形になる。打った。ゴールです。ゴール、ゴール。チャンスの匂いのするパスです。狙いすぎてしまったということでしょうか。とされます。このパスはカットされます。ボールはどうだ。ここで観客も思わず立ち上がった。シュートはわずかに外。パス通りました。顔を上げたい。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。これは絶好のチャンス。どうなる。パンチングで弾きました。合わせられるか。ブロックに当たる。合わない。クロスはチャンスになりません。ボールを奪おうとします。これが攻撃をビルドアップするチャンスになるでしょうか。いい形を作りつつあります。ファンデルファールト、シュート、ゴール、ゴール。仕掛けてきました。ゴンザレス、打ってきた。ヘッドでシュート、ゴールだ。ここはボールを奪いに行きます。ディフェンスがこう、ゴール。
ゴンザレス。彼は万能型のフォワードです。どんな戦術にも適応できますね。中に人は鈍い音が鳴った。これはパスミスになった。ディフェンスがシュートをブロック。攻守の切り替えが大事です。ボールダッシュを狙います。予感のあるパスがつながった。ボレー、がっちりキャッチです。ボールを奪いに来ました。ファンデルファールト、長くボールを持ちます。クロスきた、ドン、ボールが決まりました。このボールは重要で、止める、止めます。ボールを奪おうとします。ここはライン際でボールを奪いました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いい形ができつつある。ここはボールを奪いに行きます。奪われたボールを取り返、これはポストだ。このまま行きたい。これはボール出し取った。蹴り出せるか。ここはボールを奪いに、ここで打つ。まだまだゴールを狙っていきます。ここで試合が終了となりました。勝ったチームはいい内容で終われたと思っているのではないでしょうか。今日は言うことが特にないんじゃないですかね。このままの流れを今後も持続できればかなり上が期待できると思いますよ。